新選組局長近藤勇は現在の東京都調布市で生まれた。そう、京都方面かと思ってたら東京なのです。彼は東京で生まれ東京で亡くなっているのです。ということで東京で彼の生涯をたどってみましょう。14歳の時に天然理心流に入門、3代目の近藤修介に才能を認められ、1年も経たないうちに養子になる。近藤修介の門人に佐藤彦五郎という人がいた。日野の名主であったが、その日野宿が火災にあった際、強盗に母を惨殺され、対抗すべく剣術を身につけようと天然理心流の門を叩いた。彼はリッチマンなので、自分の敷地に出稽古用の道場を作った。そこへ師範として来ていたのが近藤勇と沖田総司。佐藤彦五郎は土方歳三の姉と結婚していたので、土方歳三は道場へたびたび遊びに来ていた。その後、近藤勇は4代目天然理心流宗家となり、市ヶ谷柳町にある市営館に、なんかやべえやつがいると噂が広まり、近藤の名は江戸で知られるようになると、ここに剣豪が集まってくる。長倉新八、斎藤はじめ、藤堂平助、原田佐之助などと出会う。江戸幕府は徳川家茂の上洛警護のため、浪士組を募る。そこに司令官から近藤勇、土方歳三、沖田総司、長倉新八などが志願する。その後京都で新選組を結成するが、今回は東京で近藤勇を巡るという動画なので京都へは行かない。めんどくさい。じゃあ京都へは行かないが、ちょっと手前の大阪のマニアックなスポットで勘弁してください。京都での活躍は小説や映画があるので、それを見てもらうとして、鳥羽伏見の戦いに敗れ江戸に戻ると、幕府は新選組に政府軍に対抗するために公用鎮武を命じる。長倉、原田らが新選組を脱退したり、どうにもこうにもならなくなる。近藤勇は大久保剛、大久保大和と名前を変えるが、いろいろあって埼玉で捕まる。その後中山道の板橋宿本陣に連行され、処遇が決まるまで板橋宿平尾脇本陣で拘束される。板橋の競馬で斬首される。首は京都に晒し首にされた。しかし首は数日後に亡くなり、今も行方は分かっていない。近藤の斬首を生で見ていた甥っ子の雄五郎は、斬首された数日後、首のない遺体を近藤家の菩提寺龍源寺まで運んだ。ここに近藤家の墓がある。雄五郎はその後勇の娘と結婚し、娘婿となり、今は勇の隣に眠っている。その後療養していた沖田総司も亡くなり、函館で土方歳三も戦死、新選組は終わりを迎える。近藤と袂を分けた長倉新八であったが、戊辰戦争で会津で捕まり、放免後沖田総司をかくまってくれていた軍医の松本潤の助力により、近藤勇と土方歳三の供養塔を斬首された近くに建てた。大正15年まで生きた長倉はその隣に眠っている。新選組は名だたる一癖も二癖もある剣豪を組織したもので、剣術に優れていた。しかし
昭和以前だと新選組は俗軍であり殺戮集団というイメージが強かったようだ。その中でも近藤だけは世間から評価されていた。昭和に入り下沢寛や司馬太郎の小説で土方歳三がクローズアップされ、現在の新選組のイメージが形成されている。近藤勇という男のカリスマ性に惹かれ集まってできた新選組は、最後の武士集団として個々の生き方も含め魅力的なものだったと思う。やはり近藤勇ありきと言うべきだろうか。